安倍首相が解散会見を行った11月18日、夜のニュース番組にちょっとした異変が起きた。通常、解散のような大きな政治的決断をした後は、各局のニュース番組に首相自ら出演するのが慣例になっている。実際、この日の夜も安倍首相は、ニュースウォッチ9、NHK を皮切りに、ニュース0、日本テレビ系、ニュース23、TBS 系、に立て続けに出演した。ニュース23では、景気に対する街の声を番組側が紹介したところ、厳しいという意見の方が多かったため、安倍首相が逆ギレする一幕もあったが、とにかくこれらの番組では、安倍首相自身が顔を出して解散理由を述べていた。ところが、その中で安倍首相が出演しなかった番組がある。それは、古舘伊知郎がキャスターを務める報道ステーション、テレビ朝日系、この日の、報ステのトップは、解散ではなく、高倉健の訃報で、冒頭から延々と、高倉健の解雇特集が流された。かなりの時間が経ってから、ようやく解散のニュースになったが、共同会見の映像が放映されただけで、安倍首相の単独取材映像は1秒もなかった。そんなところから、メディア関係者の間では、朝日嫌いの安倍首相が、嫌がらせでテレビ朝日だけ拒否した。以前、報ステに出演した時に、いろいろ突っ込まれたため、古舘のインタビューは受けないと、逃げたらしい、といった見方が、広がっている。確かに、メディアに対する、異常な検閲姿勢と、批判されることを、極度に、嫌がる安倍首相ならあり得る話。しかし、テレビ朝日の関係者によると、事情は全く逆だという。テレビ朝日の政治部は、安倍首相サイドに、根回しして、他の番組同様、報ステへの出演の、内諾を取り付けていた。ところが、古舘さんが、やらない、と、拒否したらしいんです。政治部はせっかくお膳立てしたのに、とカンカンですよ。なんと、袖にしたのは古舘側だったというのだ。確かに言われてみれば、テレビ朝日政治部は朝日新聞ほど、安倍首相と関係は悪くない。早川博士会長、吉田新一社長は、むしろ、本サイトで地方のように、何度も官邸を訪ねるなど、安倍首相とべったりの関係を、築いている。では、古舘はなぜ拒否したのか。原因はまさにその安倍首相に、標準の意を示すテレ朝上層部との、関係にあったようだ。安倍政権はメディアへの、圧力を強めているため、テレ朝側としては、とにかく、政権を刺激したくない。ところが、古舘さんはじめ、報ステ、スタッフは安倍首相に、批判的なため、あまり厳しい質問を、しないように、上層部が釘を刺した。それで、古舘さんが、だったらやる必要は、ない、という話になったらしい。これが事実なら、古舘の息やよし、という感じだが、しかし、同時にがぜん、信憑性を帯びてくるのが、報ステ、打ち切り、古舘降板説だ。